ライプツヒホーフ線は、ザクセン州のライプツヒ市とバイエルン州のホーフ市を結ぶ、複線の幹線鉄道である。この路線は、ザクセンバイエルン鉄道会社によって建設及び、運営された。主要経由地は、アルテンブルク、ベルダウ、ライヒエンバッハ、プラウエンであり、線路は1842年から1851年まで段階的に開業された。 以後この路線は主要なドイツ南北横断路線の一つとして発展した。ドイツの分断の結果、この路線はその重要性を相当に失って、ドイツの再統一以降にも、特にクロースヘリンゲン、ザールフェルト線の改修のため、以前の重要性を回復できなかった。ロイプニッツ川高架橋、ライプツヒホーフ線の出発点は、バイエルン駅にあり、 その駅は現在 S バン地下駅と接続される。リハルトレーマン街の橋の下で LCV の連結線は首都テリツ駅の方向に分岐する。コネビツ駅では2012年11月に廃止されたライプツヒ中央駅方面の旧連結線がこの路線と交流した。ライプツヒ貨物環状線もその駅でこの路線と 合流するが、旧コネビツプラークビツ線の分岐点の末端部は2012年末、廃止された。中央駅方面の連結線は廃止された以後、中央駅からこの路線に接近する経路は、シティトンネルの経路及びライプツヒアイレンブルク線、テクラー経由、貨物環状線の北東部分の経路及びプラークビツ、ガシュビツ線の経路がある。列車は、その後、活旦鉱山廃高地帯、 文化景観造成地土かぶるという特性が見える、ライプツィヒ群の南部を通過する。ライプツィヒコネビツボエーレン区間は3線複線の区間である。チューリンゲン州アルテンブルクでは小山が多くて、この路線はプライスセ川に沿って続ける。コエースニツ駅では、中部ドイツの連結線がこの路線と交差して、列車はクリミチャウとベルダウを経由し、ベルダウ三角線に至る。 ゴエリツシカワ高架橋、ドレスデンベルダウ線がこの路線に合流した以後、列車は北、ホークトラントに侵入する。ノイマルクト駅の西側で1999年まで、グライツ方面の線路が分岐した。ライヒエンバッハから、興味深い構造物であるネツシカウにある、ゴエリツシカワ鉄道橋とヨッケトにある、エルスター川鉄道橋の部分が始まる。プラウエンでは合わせて7つの駅があるが、 この路線には、プラウエン城駅とイオスニツ駅のみがある。プラウエン城駅からこの路線は、北の方へ曲がって、一方バートブランバフハ方面の路線は、南の方へ分岐する。列車が、ズユラウ駅を通過して西へ向かうと、ゲラ方面の鉄道が、メールトイヤー駅でこの路線と合流する。ショエンベルク駅で、シュライツ方面とヒルシュベルク方面の路線が分岐すると、列車は、 急激に南へ向かい、チューリンゲン州の境界線を何度も越える。ザクセン州の最後の駅はグーテンフィルスト駅であり、この駅に境界駅の機能がなくなった以後、3本の線路だけが残っている。列車が宗教界線を越えてバイエルン州に入る。この路線はアウトバーン72号の下で交差して、ファイリツ州駅の方へ続く。 パイリツ州駅は2006年9月再開業され、今は、ホークトラント鉄道やエアフルト鉄道所属の列車が停車している。列車がこの路線の終点である、ホーフ中央駅に到着する前に、ホーフ、バーと指定弁線はその駅に接続する。ホーフ中央駅の以後、9倍エルンルートビヒ南北鉄道がこの路線を継承する。 ライプツヒドレス電鉄道会社はこの路線の付設許可を受けたが実現の難点の理由でそれを放棄した。その後ライプツヒで鉄道委員会が形成してライプツヒ法府間の鉄道はプラウエン、アルテンブルク、バンベルクのような都市でも関心事となった。しかし費用や技術が保証できなかったので投資者たちはライプツヒドレス電鉄道の成功を待つことにした。 1840年6月に鉄道建設は許可され、建設を担当する、私企業は0%利率の政府出資で、鉄道建設を行うべきであった。1841年1月14日に、鉄道の経路と豊富国境駅に関する条約が、ザクセン王国、ザクセンアルテンブルク公国、バイエルン王国の間に締結された。加えるに、ライブツヒ・ホ線は、 ロイス・グライツ広告及びロイス・ゲーラ広告の領内を通過することとなった。1841年6月にザクセン・バイエルン鉄道会社が設立されて建設工事は同年7月1日にカール・クンツの指揮下で始まった。1842年9月19日、ライプツヒ・アルテンブルク区間が開通され、その路線は1846年5月、 オークトラント軍ライヒエンバッハ市まで3段階にかけて延伸された。ベルダー鉄道橋の建設には鉄道会社の資金調達が難しくなった。小江立氏側及びエルスター、川上の高架鉄道橋も建設されることが必要であったが、鉄道会社には関連経験がなくて、鉄道橋建設費は2倍ほどに上がった。1846年9月に、 ザクセンバイエルン鉄道会社は資金調達不能のためザクセン政府に援助を要請した。1847年4月1日にザクセン政府はこの路線を買収してその時からザクセンバイエルン国有鉄道として運営した。プラウエン報復館の場合鉄道会社が国有化の前に高費用の高架橋建設からできる限り早く収益を取るために 線路建設を始まった。1848年11月20日その区間は開業されて、1851年7月15日、ライヒエンバッハプラウエン区間で、ザクセンバイエルン鉄道は運営を開始した。時間の経過により、ザクセンバイエルン本線の周りに、いくつかの支線が建設され、それぞれの駅で接続することとなった。 1876年から1878年まで、アルテンブルク駅は運営の障害の多かった、東端式乗降場から通過式乗降場に改築され、一部区間は、市の南側方向に、山地の貫通するトンネルと、新たな線路で改修された。新線は1876年9月25日、開通され、路線距離は約 4.4km 短くなった。 1880年、豊富駅が東端式乗降場から通過式乗降場に移転された。1874年すでにプラウエン豊富区間を短縮する新線建設が計画され、売主率でプラウエンヘプセンと接続してビーデルスベルクを経由する路線が建設される予定であった。1884年よりプラウエン関係者は、ザクセン議会に 毎年請願書を送信したが、その請願は、成果なしとなった。1920年4月1日に、ザクセン王立鉄道は、ドイツ帝国鉄道に合併され、この路線はその時からドレスデン管理局所属となった。帝国鉄道の組織改編により、パーディツ旧駅とレンドルフ駅の間より、北側区間は、1934年10月からハーレ、管理局に割り当てられることとなった。 1913年と1930年代に、ファイリツ首賀イシュリツ間の新線建設は、準備段階まで進行されたが、他のプロジェクトが戦争に有利だったので、この建設計画は取り消された。ライプツヒホーフ船は、ドイツの主要鉄道路線の一つであったが、1944年まで、連合軍の空襲から抜けられていた。いくつかの駅舎が爆撃されたが、他の路線と違って、 1945年まで列車が平常通り通行した。1945年4月にエルスターガー鉄道橋は戦闘機により部分的に破壊され、ザーレガー鉄道橋は空襲で相当に損傷された。列車運行は停止されて戦後にようやく再開された。第二次世界大戦が終わった後にソビエト連邦とアメリカの占領地の境界線では、 列車の通行が一切なかった。北側にはグーテンフィルスト駅が、南側にはファイリツ州駅がそれぞれの終着駅であった。東西ドイツ間、貨物列車は1946年から、旅客列車は1947年から再び運行されている。アルテンブルクトンネルは小さすぎた車両限界及び貫通水の引き起こすアーチ型の天井の損傷のため、 1959年に、電化の準備段階で掘り割りとなった。1961年10月2日らイプツヒ、ボエーレン区間は電化され、いくつかの段階にかけて、1963年12月20日には、電気運転が、ライヒエン・マッハ城駅まで実現された。1969年7月12日に、コネビツガシュビツ区間に S バーン系統が導入された。一方、 甲府リツシ区間の列車編は1972年廃止された。同年10月30日シュバインスブルククルテンで2つの急行列車が互いに衝突する事故が発生した。この事故には首謀者は28人、重傷者は70人以上であった。1990年代にも廃主立及びファイリツシュ経由の新線の案件はあって、プラウエン甲府区間が 約3 2トルに短縮されるはずであった。しかし建設計画は高い費用とアイス列車の経路のため実行されなかった。1990年代にライプツヒツビッカウ区間の改修計画はドイツ鉄道の子会社であった統一鉄道再建企画者により展開されたが2011年まで実現されなかった。2011年夏から3600万ユーロが 投資され、2013年11月までレールの取り替え、電車線の追加設置、立体交差の新設などが行われた。アルテンブルク旧トンネル掘りはありの領域では、約1000メートルの溶壁と500メートルの雨戸い綿道床が新たに構築された。ライヒエンバッハ報復館の電化はこの路線だけでは、なくドレスデン報復館の電気運転に必須要素であった。 2010年7月より、電車線設置工事が始まり、2011年12月、来肥円はハマイナスへ、荒すぐルゅン間の電化は完了して、工事の期間に、鉄道橋と立体交差の改修は不可欠であった。豊富で、周波数変換所が建設されて、2013年12月に、この路線の電気運転が実現された。仕上げの作業は2014年まで続いて、 総費用は1億2000万ユーロに至った。2016年6月に、快速列車路線である RE3 系統は、中部ドイツ地方鉄道に移管された。ライプツヒのシティトンネルの開通で、エスバーン運営に対応する改修工事が、バイエルニエキベルダー区間で実施された。シティトンネルは既存の線路に連結され、それで、エスバーン拡張の全体条件は充足された。 マルク・クレーベルク北駅は新設され、乗降場、橋梁の改修、線路、電車線の取り替え、防音壁の設置が行われた。マルク・クレーベルク北駅の乗降場が建設された、時に、同床幅の保存のため、線路一本が撤去された。2013年12月15日 S1 路線は、ノイキーリツシュベルダウ区間に拡張された。 ライプツィヒバイエルン駅ポースニツ区間は中部ドイツ運輸連合の管轄区域である。クリムミッチャウベルダー区間には中部ザクセン運輸連合の料金システムが適用される。ノイマルクトグルーテンフュールスト区間はホークトラント運輸連合の区域に属する。ありがとうございます。